はい、酒好きな俺の新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、昨日飲んだサントリーのね、角瓶の濃いめ、角ハイボールの濃いめです。アルコール度数 9%、昭和時代にサントリーバーで飲まれていた角ハイボールの味わいを再現しました。アルコール度数 9% の濃いめの味わいが特徴のハイボールです。うん。これは期待できますね。カロリーが52キロカロリーか。結構高めですね。うん。原材料がモルトとグレーンと炭酸ガス。おぉ。なかなか、あれだな。なかなかあれですね。それしか入ってない。はい、今日はね、ジャンボフランク。つまみでいただきたいと思います。あ、でも色変わんねえな。色変わんねえな。色もうちょっとなんか濃くなるんかなと思ったら、別にそんなことはなかった。色的には全く変わんないっすね。それじゃあ乾杯。うん。ああ、ああ、結構あれだな、モルトの、あの、ウイスキーの味が、するわ。うん。あった。うん。うん。結構あれだね。あの、普通のやつに比べると、だいぶあの、ウイスキーらしさが、出たんじゃない。さあ今日ですね、角瓶のあのプレミアムのやつ買ってきましたね。買ってきて、あとなんか復刻版の角瓶っていうのもあったんで買ってきましたけど、まあまたいつか飲みますかね。まあそれを楽しみにしていきたいと思います。角ハイボール缶、濃いめ。こだわりポイントは、アルコール度数 9% と、角ハイボール缶より少し度数が高いハイボールです。昭和時代にバーなどで飲まれていた角ハイボールの濃いめの味わいを再現しました。おなじみの亀甲文様に琥珀色のグラデーションを施し、濃いめの表記を正面に配すことで、中身の特徴をストレートに表現。うん、濃厚にして、涼やか、ほんのりと甘い余韻を残すその味わい。サントリー角ハイボールの缶濃いめは、登場以来多くのウイスキー等の喝采を浴びています。その開発には半世紀以上もハイボールを提供してきた一人のバーテンダーが関わってきています。この一本に秘められた物語、ちょっと味わってみませんか？うまいなぁ。うん。角ハイボール缶の濃いめの生みの親は、城下町のバーテンダーだって。なんかおっさんとおばさんが映ってますけどね。うん。ちょこっと読み進めると、昔も
今も8オンスのタンブラーで出すハイボール。タンブラーに角を 50cc 注ぎ、氷を2個入れてソーダで満たす。ステアは軽く、バーンスプーンを柔らかく、下から上に動かして、ウイスキーとソーダを混ぜ合わせます。マスター自身が、これが昭和のハイボールと呼ぶ濃いめですが、口へ運べば、実に涼やかな味わい。8オンスの程よい量が、心地よい、酔いを運んできます。へぇ。50cc か。氷を入れてグラスに注いで少し炭酸を沈めてから。ではマスターに角ハイボール缶濃いめを美味しく味わうコツを教えていただきましょう。一番はグラスに注いで飲むこと。これはぜひ守っていただきたいことです。氷があれば先にグラスに氷を入れて静かに角ハイボールを注ぎます。そこですぐ口をつけずに10秒ほど時間を置いてください。少し炭酸を沈めたらより美味しく飲めます。なかなかあれですね。あ、うまいな、やっぱな。トリスバー。梅雨口。バー梅雨口。愛媛県松山市二番町。だって。営業時間19時から0時。はぁ、あ。愛媛か。ああ、うまいな、やっぱな。うまいな。日本のバーでビールを置いてないのは当店だけかもしれませんと、マスターの言葉通り、サントリーバー、梅雨口にビールはあります。はー。ビールはありませんと言うとびっくりされることも多かったのよ。でもマスターは自分の流儀を守り通したの、と、あさこママ。はい。8オンスタンブラーってこれ何ミリリットルのやつ？8オンス。ああ。はあ。1オンス30ミリリットルだから。30の8で、3パ24だから240ミリリットルか。ああ。はい。はえーって。8オンスグラスって言うと、まぁ、あ、ちょっとだけ、ちょっと小さめというか、小さめってほどでもないけど、まぁ、あ、ああ、はいはいはいっていうグラスですね。でも10オンスタンブラーではないから、一般的なタンブラーが、まぁ、あ、割と10オンスばっかりだからね、300ml なのに対して若干小さめのタンブラーといったとこでしょうか。多分このタンブラーはおそらく、これは10オンス以上ありそうだ。ちなみにこれが、この今、この尻の美尻グラス。これ多分、これ10オンスですね。これはもうでかいんで10オンス。でかめなんで多分10オンスタンブラー。主にまあビールとかの、あれかな、タンブラーが。8オンスって言うと大体、ちょっと小さめなんでビールグラスぐらい感じでしょうか。多分ね。まあ俺も多分持ってるけど。なるほどね。まあちょっと小さめのグラスに。
まあでも、カクテルって大体、低音数は多分使わないんじゃないか。8音数が多いんじゃないか。なるほどね。なかなか。いいですね。うまい。普通にうまい。これは。これはね、普通に美味しい。通常のハイボールの缶のやつよりも、美味しいですね。色は多分違わないんだけど、だから明らかにこの、ウイスキーの、味わい、モルトとグレーンの味わいが、明らかにこう、ぐっと、増えてる、ような感じですかね。うまい。さすが。さすが、バーとか だけじゃなく、まあ、酒場とかでも、ね、サントリーのハイボールは、やはり、売れ筋ですからね、多分。まあ、個人的に角瓶は黄色の角瓶と白の角瓶と、黒の角瓶っていうのがあるでしょ。あるんですが、それの中だと、ハイボールで一番美味しいとは思うのは、おそらく、どうだろうな。わからん。白角は、まあ、ないんだよ。とりあえず。黄色か黒なんだよね。多分俺飲み比べたことないから、あんまわかんないんだけど。黄色か黒が多分ハイボールで、どっちかが美味しいと思うんだけどな。多分黄色の方が香りは強いんだよ。香りはちょっと強いんだよね。で、黒角だと結構味がどしっとくる感じだとは思うんですけど。ちょっと今度、黄色角と黒角のハイボールで飲み比べてみるっていうのも、いいかもしんないですね。でですね、今日買いました角瓶の43度の復刻版っていうのが 450ml のやつ。ちょっと小さめのやつね。角瓶が確か1200円で買ったんですけど、高えな。復刻版 450ml で1200円って高えよな。高いな。買ったんですけど、これ何が違うの？角瓶は発売から70年以上にわたり、飲み飽きない味わいと変わらぬ亀甲ボトルが世代を超えて愛され続けているウイスキーブランドです。1937年、創業者の鳥居信次郎が、日本の繊細な味覚に合ったウイスキーを作りたいという熱い思いから誕生しました。サントリーウイスキーの復刻版 450ml は、長年にわたり、ご愛飲いただいているお客様に感謝を込めて、感謝を込めてだったらお前。まあ、450ml ちょっと少ないだろう。せめてさ、550ぐらいにしてほしいよね。もう 100ml ぐらいちょっと増やしてほしいんだけど。少ねえだろ。1937年発売当時のラベルデザインと中身を再現し、これ中身を再現しってことは結構中身が違うんだろうね。
角瓶の歴史を綴った小雑誌をつけて数量限定で発売するものです。現在の角瓶に比べ、よりスモーキーな味わいの復刻版。ほう、ぜひ飲み比べて、お楽しみください。これは、ぜひこの角瓶の復刻版買ったんで。ね、さすがにね、せっかくなんで、これ飲み比べるべきでしょ。当然。復刻版。角瓶復刻版。これはもう何が違うかっていう。一体味がどう違うのか。普通の角瓶の黄色の角瓶に比べると何が違うか。うん。ああ。多分ね、単品で飲んでもね、あんまり違いとか俺は味覚音痴なんで分かんないと思うんで。そこはちょっとね。うん。ちょっとぜひ飲み比べして、見ないと、わからん。うん。いや、でもうまいし、結構もう酔っ払ったわ。もうこれだけでだいぶ酔っ払ったわ。いい程酔いの、ほろ酔いになったわ。うん。サントリーウイスキー角瓶の43度の復刻版 450ml は、1300円の 43% アルコール度数。発売期日が 2月の17日。で、数量限定。うん。これは角瓶の、ハイボールが好きな。角瓶自体はね、ストレートで飲むとまずいんですけど。角瓶のハイボールはうまい。好きなんで。まあそのね、好きな俺がね、ぜひ黄色の角瓶とちょっと飲み比べをして、まあ今後ね、ちょっと動画であげたいと思います。ぜひご期待ください。ということで。うわ、飲み終わった。ね。いやーもうだいぶ酔っ払ったわ、俺。酔っ払い。俺、酔い早いんだよ。結構すぐ酔うからね。これうまいわ。ちょっとコクが強めの感じでいて、なおかつ、香りも、いや、香りはまああんまりありか。まあ甘くもないしな。コクがちょっとやっぱり、増えた。通常の白いやつに比べると増えた感じ。で、確か値段がこれ150円ぐらいかな。ちょっと高めなんだよね。150円ぐらいなんで、まあ、仕方ないでしょ。これはうまい。ぜひ飲んでみてください。4345で。これは5つ星でしょ。普通にね、作るね、角瓶とね。まあ、大差ない。味わいで。ちょっとレモンフレーバーがね、弱めの雰囲気ですね。普通のやつの、昨日飲んだやつに比べるとちょっと低めの感じなんですけど、またそれがまたいいね。ということでご視聴ありがとうございました。